けたんだ。あの頃そりゃそうよ、私はほらこんなにもヒロインだったから、いい子になんてなれないの、だって退屈なんだもん。なんでだ、もう終わったの、何もかもがキラキラ見えてたばかりだいでしょ。大変だった、道徳も国語も社会も、あの頃いつだって放課後には見えない魔法乗っかっていた。そうだったらもうこのままで見逃してほしかった。残りは結構です。継続的な一人ぼっちに。